とした3人がこんな小さな空間に押し込められてるなんて。ぬおいらも飛べなくなるくらい空気が重いぞ。すみません皆さん、ここはこのアール村の村長の家です。砂嵐が過ぎるまではここでしのいでいただくしかありません。自己紹介をさせてください。私はキャンディス、アール村のガーディアンです。うん、やっと助っ人が来たぞ。オイラはパイモン、会えて嬉しいぞ。災いを前にした時、助け合うのは当然のことです。どうかお気になさらず。わあ、このお姉さんすっごく優しいな。ほんとあいつらとは大違いだぜ。さて、挨拶はこの辺にして、あとの時間はガーディアンとして村に影響がないことを確認するためにも。実は砂嵐がやってくる前から遠くであなた方の衝突を見ていました。しかし今あなた方はアール村にいます。脅威を排除するのが私の責務。どうか率直にしっかりと話し合ってください。お互いへの敵意を何とか消し去れませんか。この屋根の下でもしまだ争おうとする者がいるなら、砂嵐の中の獣たちにもてなしてもらうほかありません。おいら宣言撤回するぞ。あなたも例外ではありませんからね、ディシア。お返事は？わかったよ、キャンディス。いいでしょう。では、どなたから話をなさいますか？一応、私は止めに入った身だ。やり方がちょっと過激だったのは認めるがな。先に、教練員の二人が話をしたらいい。あれって止めようとしたって言えるのか？別に俺には隠すべきことはない。言ってもいいだろ。アルハイゼンは教練員のマハマトラたちですら俺の居場所を知らないと言ったな。だがそれは決して人に見られたくない任務をやっているからじゃない。俺は自己追放を選んだんだ。自己追放？以前俺は教練員のプロジェクトの企画と実行を記録する資料に余白があるのを見つけた。しかしそれらのデータは明らかに現実の進捗と合わないものだった。大マハマトラとして俺にはそれを照合する責任と権利がある。だがその部分を担当していたのはあろうことか大賢者アザール本人だと分かったんだ。照合申請を出す前、俺は秘密裏に数々の調査を行った。だが、手がかりや物証になりそうな一切のものは、すべて巧妙に、俺の視線を避けていた。やがて、あいつらが最初から、意図的に俺を警戒していたことに気づいた。そして案の定、俺が照合申請を出すと、大賢者は拒否した。それだけじゃない。大マハマトラの権力は、賢者によって付与されたものだ。お前には我々を審判する権利はない。つまりやはり裏があったらしいな。その時俺は気づいた。大賢者からすればマハマトラなんて賢者たちの知識を束ねるための道具に過ぎないってことに。マハマトラの最初の誓いや、ここまで固く守ってきた原則、それは今の教練員において全く意味がないんだ。ああ、その一件を理由に教練員を脱出した。賢者たちが俺に対して行動を起こす前に。これが一番賢明な判断だったと思ってる。おかげで奴らの監視の目を逃れられたしな。俺はこの件の調査を絶対に諦めない。それに他人から権力を付与される気はない。俺は俺の名のもとに審判を下す。セノ、オイラたちも教練員の賢者を調べてるんだ。同じ立場みたいだぞ。それに
今はもう大マハマトラじゃないんだろ。なんだかあんまり怖くなくなったぜ。でもセノはなんでアルハイゼンをターゲットにしてたんだ。教練院で調査をしていた期間、アルハイゼンが賢者と面談しているのを見たからだよ。賢者はアルハイゼンに金髪の旅人を調査するよう言っていた。そうだな、アルハイゼン。え？そしてその任務はプロジェクトと同様にどこの記録にも残されていない。それに加えてお前は神の缶詰知識と関わりがある。そろそろ。その件は認めよう。俺は確かにこの旅人の調査任務を引き受けた。アルハイゼン、何しろその任務の見返りはどんな学者でも断ることができないほどのものなんだ。任務が終わったら神の知識を見せてやる。確かに、とてつもなく魅力的な条件だ。だが惜しいことに教練員の者は俺のことを分かっていなかった。大賢者は話の中で一つ重要な情報を漏らした。神の知識が実在するということだ。それさえ分かれば俺にとっては十分。俺からすれば賢者はそこまでの信頼には値しない。考えてもみろ、神の知識をそう軽々しく他人に報酬として約束するなんて、いささかおかしな話だと思わないか。だから俺は神の缶詰知識という手がかりに従って独自に調査を展開した。結果的にこの判断は間違っておらず、教練員を信じなかったのも正解だった。もしこの一件で警戒を解いていれば、俺もあのアフマルの目のボスのように人と正常に会話することさえできなくなっていたかもしれない。それってつまり、賢者たちはもともと普通の人を狂気に陥れるあれらの知識を使ってお前を処理しようとしてたってことか。もともと俺はすでに調査任務などには全く興味がなかった。ただ教練員をあしらうためにオルモス港で旅人の出現を待つと言ったんだ。だが神の缶詰知識を追っている途中で思いがけず偶然ターゲットに出会ってしまったのさ。犯罪者が最もよく口にする言葉が偶然だ。だが旅人と偶然出会ってもなお俺に教練員に協力する意思は全くなかった。君たちも覚えているだろう、当時俺があのタバーンを離れた時、君たちは自分から俺を追ってきたんだ。そうだな。アルハイゼンはキャラバン宿駅でもオイラたちを助けてくれたし、やっぱり本当なのかも。もしそれでも気になるようなら謝ってもいい。君たちに内緒で神の缶詰知識を取っておいたのはその存在が危険すぎると主観的に判断したからだ。何しろ好奇心はこの国で一番危険なものだからな。アルハイゼン書記官、お前は好奇心が自らをも疑惑と危険に陥れることをよく知っているはずだ。俺の質問に答えろ。賢者たちは計画の内容をお前に話したのか。すでにはっきりと話したつもりだったんだが、今の俺は君と同じく教練員が重点的に警戒する対象となっている。言うまでもないと思うが。分かった。とりあえずはお前を敵とみなすことをやめよう。だがお前の容疑が完全に晴れたわけでもない。構わない。お二方の誤解が解けたようで私もとても嬉しいです。それでリシア、あなたの番ですよ。ああ悪いな、坊やたちの話が退屈すぎて気が散ってた。私の方は至って簡単さ。旅人たちも知っている風舞家のドニアザードお嬢様が最近ずっと家で療養してたの。やることもないんでアール村に来てみたってだけだ。本当ならキャンディスたちと感動的な再会をするはずだったんだが、
まあわけのわからん二人がわけのわからん喧嘩をしているのを見てな。ふつふつ怒りが湧いてきて、それで。それでですか。わかりました。確かにあなたらしいですね。それでは。おかえ、そう来なくちゃな。会いたかったぜ、キャンディス。うわぁ、何の音だ。ご安心を。もうお互い敵視もしていないようですし、皆さんはここで休んでいてください。砂嵐の中にいる獣は私が掃除してきます。砂嵐の中に出没する獣か。一人で本当に大丈夫なのか。ええ、来てくださる必要はありません。砂嵐の中での戦いは現地で数年訓練を積んだ人でないとどうにもなりませんから。うん、安心してキャンディスに任せるといい。すごく強いんだぜ。風が止んだみたいだ。砂嵐もこれで過ぎ去ったんじゃないか。キャンディスがずっと帰ってきてないけど、本当に大丈夫なのか。やっぱり見に行ってみようぜ。そんなに言われると私まで心配になってきたぜ。どうせここにいるのも飽きたし、行くか。この二人全く話さないしな。